皆さんこんばんは。購入品こちらを紹介していきたいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。ではスタート。一つ目がこちらのニトリでゴミ箱を購入しました。ゴミ箱の袋が見えないように2層になっていて、袋を隠せるっていうのがすごく生活感が出なくていいなと思って購入しました。今いろいろ9点、全部楽天などでいろんなものを買い替えて、模様替えをしているので、のゴミ箱も全て買いようと思って購入しました。次に GU でこちらを購入しました。では猫柄になっていて1990円プラス税で購入しました。ここに出すんですが、こちらのサテンパジャマも家にあるんですが、この猫柄がすごく可愛いなと思って、と次にダークブルーのマグカップを購入しました。ブラウンブックスカフェのヴィンテージの雑貨屋さんで、他にも赤い色とかもあったんですが、何とも言えないあのダークブルーに惚れてこちらを購入しました。でもう一つがこちらになります。普通の透明の瓶なんですが、造花を入れてやろうかなと思って購入しました。これは200円プラス税で購入しました。こちらがスタンドカラーシャツ、サイズ展開が XS から XXL まであるんですが、今回男性ものの M サイズを購入しました。単体でも着れると思うんですけど、このボタンを取ってインナーを着たりだとか、あとタートルネックを着て羽織るのもいいんじゃないかなと思います。で購入品は以上になります。
ちは。ピクルスです。わ、すごい、美味しそう、大きい。最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも良ければ、高評価とチャンネル登録をお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。